初代順断尺、サー・アトーマス・トラウブリッジは、イギリスの帝徳、政治家。初代順断尺、トラウブリッジは、ロンドンのセントポール港で教育を受けた。彼は1773年に海軍に入り、ネルソンらと共に、東インドのフリゲート、シーホースで勤務した。彼は1785年に、ヒューズ帝徳の帰還スルタンの艦長として本国に戻る。 1794年3月にフリゲートカスターの艦長となるが、彼とカストルは戦団の護衛任務中にフランスに捕獲されてしまう。しかしすぐに解放され、三島戦列艦かローデンの艦長に任命される。そして三尾戦手岬の海戦には戦闘艦として参加し、彼の勇気と積極性はジョン・ジャービス提督の称賛を浴びた。1797年には、 ネルソンのテネリフェ島攻撃に参加するが、これは失敗に終わる。1798年のナイルの海戦にも加わったが、カローデンがアブキール湾港で座礁してしまったため彼は戦闘に寄与することができなかった。しかしながら、ネルソンの要望により、彼も勝利の記念メダルを受けた。その後もトラウブリッジは地中海艦隊で任務につき、 1799年に順弾尺に除せられる。1801年には海軍本部委員に任命され1804年まで勤務した。委員を退職する際には少々に任ぜられている。翌年には東インド海域の東半分の指揮官となり、戦列艦ブレニムに乗り、インドと向かう。しかし、彼が後悔している間に、認知は希望メネへと変更されていた。 トラウブリッジは1807年1月に希望ミネへ出港するが彼と乗組員はその後行方不明になった。老朽化していたブレニムはマダガスカル沖で遭遇したサイクロンを耐えることができずに沈没したものと考えられている。キット、チャールズ、ウィリアムソン、デビット、ディブレット S、ペーラゲバロネタゲ、ニューヨーク、ストリート・マーティンズ・プレス、1990。 ありがとうございます。